お腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。今日も冬になると食べたくなるあれっていうのをやりたいと思うんですけど、ポテトグラタンです。いや、じゃがいもをね、超たくさん買いまして、でも結構簡単に作れるポテトグラタンを今日はせっかくなので2種類作って食べたいと思います。チーズもたっぷりビヨーンってできるといいな。それでは早速作っていきたいと思います。見てね。できたー、グラタン2つです。いやー、めっちゃいい匂い。チーズもいい感じにカリッカリになってますね。それでは早速いただきます。こっちがホウレンソウベーコン。うまっ。お芋さん、おいしい。あ、ベーコンとほうれん草の香りがめっちゃいいですね。うわ、とろとろ、いいね。チーズと混ざって、たらん。ちょっぴり入れたナツメグがいい香りしてる。よし、次こっち。おお、めっちゃ取れた。鮭としめじ。チョロリがすごい。あー、鮭の味。
お、上の方のチーズはパリパリだね。パリパリのチーズ美味しい。ああ、なんかコンソメとか入れればね、もうちょっと味しっかりするかもしれないけど、私はこの材料、素材の味が好きなのでこれで十分美味しい。うん、一緒に入れる材料だけでだいぶ味が違うね。今日のドリンクはこちら、ウィルキンソンドライ。へい。なんかこれ独特な香りだよね。トニックウォーターみたいというか、なんというか、うん、こういうあっちあっちのもの食べてるとやっぱ欲しくなるね、冷たいのが。ほい、ここでちょっと味変していきたいと思います。マヨネーズ、マヨ。いやー、背徳のビヨーンだねこれうん、うまっ、うまっ声が裏返っちゃった。芋とマヨネーズとチーズ合うよねうん、これ最初から入れて焼いてもいいかも。マヨ好きならばぜひ。やっぱ鮭とマヨも合うもんね。この組み合わせにマヨネーズは鉄板だね。めっちゃ合ってる。このマヨネーズの油分がね、お芋さんに合うね。ほうれん草ベーコン最後です。うん、なくなった。はい、最後にここに残ってる鮭のグラタンにはまたカレーをかけたいと思います。前回のねカレーグラタンも美味しかったから。うん、カレーグラタンだ、カレーグラタン。おー辛い、いいね。最後、うん、はい、完
食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで簡単ポテトチーズグラタン完食です。いやー、お芋さんいいよね、この時期これぐらい寒くなってくるとね、ホクホクしたものが食べたくなるんですけど、今日はお腹にたまりましたね。お芋さんだからね、やっぱり。はい、今回はベーコン、ほうれん草と鮭、しめじだったんですけど、皆さん何か入れたいものありますか？ポテトグラタンに入れたいものありますかね。ちょっと前のシチューでパングラタンを、ちょっと前って言ってももうちょっと結構経つかな、シチューでパングラタンやって、で鍋ごとグラタンも一回やったんですけど、あとなんだろうね、鍋ごとマカロニグラタンやったでしょ、あとラザニアとかかね、あとラザニアとかドリアとかまだやってないですね。ちょっとその辺もね、またやりたいなと思います。みんなの好きなドリアは何ですかね。やっぱミートドリアですかね。サイゼのドリアのデカ盛り再現とかもまたどこかでやりたいなと思います。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。グラタン美味しい、ポテトグラタン今日のやつはね、本当に弱火でコトコト焦がさないように煮込むっていうところだけしっかりやっていただければ美味しく作れるかなと思いますので、自分の好みのお野菜とかお肉とか入れてぜひぜひ作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。芋芋芋。